本日、滋賀県立川堀田さんの25歳のお誕生日です。ノンの編集長、田原より、堀田さんへのサプライズプレゼントがございます。田原編集長、よろしくお願いいたします。歳っていう響きはすごく大人の階段を登っているなっていうふうに思っていて、今までだったらこの25歳までっていうのをこうなんか目標にして一つのなんかこう区切りとしてなんかお仕事とかも頑張ってきていたんですけれども、これからはやっぱり5年おきって考えると次は30歳っていうまた節目の年になっていくので、この5年間でこう知ったことだったりとか見てきたものが30代につながっていくんだろうなっていうふうに思っているので、この25歳からの今日からの5年間を30歳に向けてなんかいい景色を見ていけたらなというふうに思っています。英語でマイセルフっていう単語があるじゃないですか、ありのままの自分とマイセルフの最初を取ったマイっていう頭文字を取っているのと、あとは私の名前がマーユーなので M とバイを取ってもちょうどぴったりだなというふうに思っていて、あともう一つあってたくさん意味があるんですけど、あのマイっていう単語がこう親とかまあ意外と驚いたっていうこう単語っていう意味でもあるみたいで、なんか今回の写真集はありのままの表情をたくさん出しているので、めくったらああこんな表情があるんだっていうふうに驚いてもらえるような意味も込めてなんかマイっていう名前を付けました。でもなんかその日も寝る準備をしていて部屋着でハンモックに乗っている写真なんですけど、よいしょ、これですリアルシフトてかリアルヘアギ、うん、私のなんで本当に寝る前だったので薄っぴんでこんな格好でただただのんびり遊んでいたショップとか、他にも他のページにも結構ヘアギだったりとか、あとはお酒を飲んでいる姿とかもあります。そうですね、家族がこの写真集を見て、うん、なんか実家のソファーで寝てる時の眉みたいな表情がいっぱいあるって言っててなのでそれぐらいもうそうですね、家族に見せているような本当にありのままの姿がたくさんあるので、うん、はい、なかなか見せてない表情がたくさんあると思います。